流儀ですね。今回仕事の仕方とかにしましょうか。仕事の仕方、まあ吉谷の流儀、仕事の流儀でいいですか。仕事の流儀、もう流儀流儀でね、ちょっと言ってみましょうか。仕事の流儀、これね、最近堀江さんのね、話聞いてて、堀江さんがくたばるまでやって、でベッドに寝るときは俺もう完全燃焼したっていう、倒れるように寝たいと。だからもうやりきるっていう、だからやりき、毎日やりきって倒れるように寝れる、はーって寝れるようにするためにぐわーやるっていう話をしてて、わかるみたいな、わかるよそれっていうなんか一番の幸せって多分熟睡して寝れる時だと思うんですよ。まあいろんな幸せの形あると思うんですけど、なんか、はぁ、うわぁ、やりきったなみたいな感じで、わぁ、って、なんか、天使、大統領のように働き、天使のように寝るっていうね。大統領のように働き、天使で寝るっていう言葉があるんですけど、大統領のように働き、天使のように寝る。ね。結構やっぱね、結構いいっすよ。みんな楽したいじゃないですか。ね。でもね、僕の、これは持論なんですけど、やっぱ美味しいビールを飲むためには、めちゃめちゃ頑張って仕事した後のビールが一番うまいんですよ。一番ビールがうまいのは、仕事めっちゃ頑張って やりきった、よっしゃーみたいな後でグーンって飲むのが一番うまいんですよ。あとサウナとかね、なんか我慢して、うわはぁ、みたいな、ブワーみたいな。これが一番ね、やばいんですよ。つまり、なんか、幸せとか幸福度って、ほんと幸せと辛いって、なんか言葉一緒じゃないですか、大体。ね。だからまあ、ほんと、なんか比例してるなと思いますね。本当の幸せを得るためには、本当に辛い思いをするっていう。辛い思いをするから幸せを得られるっていう。だから昔僕ニートしてた時に、何も辛くないですよね。だから暇で暇で仕方なくて、でなんか自分を現実逃避するためにビールとかね、お酒飲んでみたんとか、昼間から飲んでたりとかしたんですけど、全然美味しくないですよね。まあ本当アル中の人とかだったら別ですよ、多分わかんないですけど、クソまずいんですよね。あんま美味しくないですよ全然。要はお酒を飲む目的が自己逃避というかね、現実逃避するために飲んでるだけなんで、何もやりきってないし。だから人生っつうのはね、どれだけやりきった数が多いかによって幸せがあるんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。